これで説明するよ。はい。見える？見える。うん。でこれでさっきみたいに解体して崩れてるのはこうなってるのこれ。はい。ね。でこうなってるからこれをこっち持ってきたいわけね、こうやって。うん。でこっち持っていくのに整形とか接骨でここにインソールを持ってきてこうってし、形だけまっすぐしようとするわけ。はい。うん。でこの形だけまっすぐしたって結局はそのインソールがないときにはこういってるわけやろ。あ？あ？はい。うんうん。だからこれを大塚先生の足でやったんだけど、テーピングするこれがこっち向いていかないためにはうちのポイントテープでこう持ってくるよね、まず。はい。でその時にポイントテープはここですよね、これ。はい。だからここじゃないし、ここにアプローチしてるわけ。普通のポイントテープは、うんうん、待って、ポイントテープ用意する。それで普通のポイントテープってここだよね、こうやって。はい。ここにこう貼りますよ、これちょうどまっすぐね。はい。でここの関節はこれで補助が保護できてるよね。でもこれが崩れてるわけよ、うん、こういうふうに。はい。だからこの部分のあれを大塚先生の写真の時でも斜めにこうなかった？あった。あったろ？あった。うん。この斜めのこれが大事なんです。うん、で、その斜めのする前に、はい、一旦ここがもうガツッとこうなってしまってるから、これで固まってるわけよね。うん。おいで、この靭帯も弱いわけ。うん。だからする前に、ここの、測定筋、測定筋も正常にするようにテーピングするか、クリームを塗るか。はい。でこれが微数乱関節がグッとこうなるよね。はい。これがベタンと下げるからこういくわけやから。うん。でこういきます。でそれをした後にこれをこの関節、はい、この関節にこのテープはこう縦に伸ばないよね。伸ばないからこういう持っていくんです。だからここで止めてここで止めるんです。ね。はい。そしたら立っても楽いし、このままが維持できるんです。後ろから見たらこうだね。はい。このまま維持できる。でその時にさっきの言ったらこの測定筋、はい、これも正常に動くように持っていきよるから。ここの足首が安定して、この骨関節がぐじゅっとこういかないように引っ張ってくる、こう、はい、でもこれ引っ張って張る必要ないから、これだけで十分やからね、はい、うん。そして今度は僕が大塚先生のテープの時にアンクルなんか貼ってなかったよね。貼ってなかった。なんでかって出したくなかったの。で測定器も貼ってなかったな。だからわざと出してない、うん、もったいつけたもんね。でこれをやって、そしてこれもやった後に、はい、アンクルテープ貼ってあげてください、はい、そしたらあとは魚さん、魚さんでしっかり日常生活を、まあおばあちゃんなんか魚さん運動できんから、うん、魚さんで靴下を履いて5本5本指でも2本指でもいい。そして後ろをパタンパタン引っ越さずに歩くんですよ、いつもように、はい、ね、それをさせてもらしよったらだんだんここの筋肉ができてくるから、うん、でこの筋肉ができて、この靭帯がここの三角靭帯がこれがギューと飲んでるじゃない、はい、これもこの状態でこう動く癖がつき出すんです、はい、それを内側
の、あ、く、あの、崩れない範囲よね。はい。を直すテーピングに、今回しました。で、大塚先生が内反に崩れとなる人。はい。で、痛い痛い言うんで、いろいろしよるうちにここに至ったんです。うん。よろしい？よろしい。はい。それをちょっとチャレンジして、その代わり、このちゃんとこれを、いつも、この動くのを前教えたよね、授業で。これを動かしてよ、まずは動かしてよ。ここを持っといて、こう動かすんですよ。ね。握手もやっていいんですよね。握手やってみる。だから握手やったらこっちじゃないよ。こっちはこう崩れてるんだから、こっちもともと緩いんだから、はい。こっちから握手して。はい。うん。そう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 。それやってみて。はい。そして、ヒットするときには、ここの測定筋をしっかりヒットして、はい、そして、ここの測定のこの関節よね。これ全体にもしっかりヒットしてあげてください。わかりました。はい。ただ、これは、1回、2回では良くならんから、運動もしっかり教えて、で、せめて月1ぐらい来てもらったらどう？そういう人がいたら。ランナーの方なんですよ。何歳の方？四五十でランナーが趣味でマラソンかなんかしてんの？一回多分先生会ってる、ここに治療人先生の。ああそうなん。うん。その時は多分この方法は思いついてなかったと思う僕。そう、それでなんか先生の投稿見て同じ、いやその時来たんですから、その日の午前中かなんかに来たんですよ。ああそうなん。手が乗っけてて。ああ。ああって思って向こうも多分ああって思って。うん。はい。だからそれを試してみてあげて。はい、で、助産はしっかりしなさいよ、言って。うん。うん。で、インストールは絶対されんよ。インストールすると、筋肉使わなくなるから。はい。はい、お願いします。はい、また何かあったら連絡ちょうだい。了解です。はい。